皆さんこんにちは、京都グルメ研究所のさわちゃむです。今回は歴代トップのデカ盛り中華を研究します。マジでボリュームやばかったので、ぜひお腹空いている時にご覧ください。京都グルメ研究チャンネルです。お店情報を見返せるようにチャンネル登録して研究員の仲間になりましょう。ここは京都の太秦エリア。今歩いているのは大英通り商店街。合言葉はいらっしゃいマジン。撮影所が近いことから俳優さんがふらっと食べに来はることがあるね。そんなエリアです。今回の研究地は商船です。いつも仲良くしているバド京都参院のおかみさんの動画を見て突撃たまランチしてきました。同じメニューに挑戦したいと思います。開店突撃したのにもうすでにお客様がいる人気店です。では早速研究行ってみましょう。単品でいろいろと注文できます。メニューから盛り付けを想像。何食べるかめっちゃ迷いますね。いつも参考にするのが隣で食べてはる人のメニューです。冷麺食べてはったんですけど、かなり美味しそうでした。同じのにするか迷いに迷って、あと中華そばっていうのも見つけました。中華そばって書いてあるだけで食べてみたいと思いますね。やっぱり初めて来たので、お店の名物ランチに挑戦したいなと思います。ドリンクメニューはこんな感じ。生ビール中が500円、日本酒レモンチューハイと昼から飲めます。中華で昼飲み、最高の休日ですね。お店の雰囲気はテーブル席か座敷、大半が常連さんなのか着席したらすぐ注文してはりました。早速到着いたしました。商船ランチ、大きなお皿に唐揚げが3つ、八宝菜がたっぷり、酢豚が3つ、チャーシューが2枚、キャベツとパセリが添えられています。ご飯もがっつりでした。ザーサイとスープ付き、からしもついてきます。こんだけ中華がいっぱいついてお値段が1080円。昔は880円で提供されてました。値上がりしてもこの圧倒的ボリューム、コスパ最強ですね。商船ではランチのショーがございます。最初お店の方にランチのショーあるでって教えてもらったんですけど、私は普通サイズにいたしました。商船での普通サイズってどんなんかなってちょっと見てみたい気がしますよね。ランチのショーがある店って初めて発見しました。このランチのショーやと唐揚げ、酢豚、チャーシューが一つずつ少なく100円引きでした。なのでランチのショーやと980円でいただけます。迫力がすごいですね。到着した瞬間完食できるか不安になりました。チャーシューは分厚くって柔らかくって
ほろほろ、口に入れた瞬間笑顔になります。そのまま食べても美味しいですし、酢豚のあんにつけたり、八宝菜にダイブしたり、ワンプレートにいろいろ乗っていますので、チャーシューの味変も楽しめます。ご飯にのせてチャーシュー丼にしていただきました。こちらも絶品です。からしをつけて食べるのもありですね。そしてボリュームたっぷりの八宝菜、私の感覚では2人前ぐらいはありそうです。肉、エビ、野菜、キクラゲといった具材がたっぷりで、ご飯がどんどん進むメニューです。白菜はシャキシャキで食感も楽しめます。エビとキクラゲのコリコリ感もたまらない。食べても食べても全然減らないんですよ。無限八宝菜と名付けましょうか。野菜がたっぷりだからいくら食べても罪悪感がありません。まさに飯テロ。研究員の皆さん見てください、この酢豚超うみあい。とろとろのこの餡に吸い寄せられて、撮影する前にもうすでに食べちゃってました。酢豚の餡がめっちゃ美味しくて食欲が止まりません。みんな大好き唐揚げ、衣カリカリでジューシーでした。3つ食べたら唐揚げだけで満腹マックス。茶色い食べ物って最高ですよね。毎日食べたいなって思います。地元民が通う町中華、安くてボリューム満点なので、京都旅行、京都観光で来られた食いしん坊の研究員様におすすめしたいランチです。ぜひ初めて来られたらランチの小でなく小鮮ランチ普通サイズ研究してみてください。ここでですね、サワチャム的中華ランキング発表したいと思います。4位唐揚げ、3位チャーシュー、2位八宝菜、1位ダントツの酢豚です。皆様の予想は当たりましたでしょうか。研究員の皆様はどの中華メニュー食べたいですか。コメント欄で教えてくださると嬉しいです。これは歴代トップのデカ盛りタマランチでした。食べるの集中しすぎてタマランチのポーズ撮影忘れました。もう必死で食べました。美味しそうって思いましたらタマランチとコメントくださると嬉しいです。京都グルメ情報もっと知りたいよって方は概要欄に京都グルメのおすすめ動画掲載しております。ぜひ過去の研究動画もご覧ください。完食することができました。満腹で横になりそう。京都を代表するデカ盛りランチに認定します。最後までご視聴ありがとうございました。今登録者8000人目指して投稿しております。京都ランチの参考になりましたら高評価とチャンネル登録して応援してくださると嬉しいです。それでは次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。